さあ、それじゃあスマッシュブラザーズの続きやっていきたいと思います。さあ、今回はミスターゲーム&ウォッチをプレイしていきましょう。さあ、ミスターゲーム&ウォッチというか、ゲーム&ウォッチといえばマリオさんよりも歴史の長い携帯ゲーム機ですよね。さあ、大先輩として頑張っていきましょう。さあ、まずはおお、なんていうかペラッペラというかシルエット的というか、うん、あの昔の液晶ゲームっていうのは今みたいにこう小さなドットで描かれてなくて、なんていうのかな、あの電卓みたいな感じ、あの電卓の8の字とかはこうそれぞれパーツに分かれて表示するけど、あんな感じでこうアニメパターンとかキャラクターを表示していたから、まあ、ちょっと雑な動きというかこう極端にこう姿が変わるんですよね。まあその辺もちゃんと再現されているところがこのスマブラの凄さなんだけど、その辺の絵作りも注意して見ていきましょう。というわけで、じゃあまずは上アピール。お、さあ、これはベルを鳴らしていく。うん、あ、ゲーム&ウォッチだから、これあれか、あのアラーム的な感じ、うん、あの目覚まし機能的なものがあったんでしょうか。おお、なるほどね。うん、あのこのベルがさ、あの動きが2パターンしかないんだけど、ちゃんとこう鈴を振ってるみたいな、そういうアニメに見えるところが面白いですよね。うん、この辺は人間の想像力を利用した感じかな。 OK、 じゃあ次は横。あ、まさかのまたベル。うん、この上の方に掲げるのと下の方に掲げるの、何か意味があるのかな。うん、まあいいでしょう。じゃあ次は下。まさかのこの流れからで、ね、うん、さあ腰を下ろしてからのため息、クソデカため息、これはどういう状況でこういう絵が作られたんだ。っていうか原作にあったのかな。いや、もしかしたらあのスマブラオリジナルの絵もあるかもしれないから、まあその辺はちょっと原作を知ってた方がおられたら教えてくださいって感じかな。 OK、 じゃあ次は歩き方見ていきましょう。さあ、歩きのパターンは、お、2パターンだけ、これは。あのスマブラだとさ、なんていうか、あのキャラクターがスムーズに動いてるように見えるけど、なんていうか、昔はこのパターンをこう変えながら瞬間的に動いてたから、もうちょっとこうシュワッとね。だからまあスマブラで見ると結構違和感があるかもしれないけど、まあ歩いてるように見えなくもない感じかな。というわけで、じゃあゆっくり歩き。お、さあゆっくり歩きはなんていうか、そこら中なんか見回しながら歩いていくっていう、かなり独特なモーション。面白い。じゃあ早歩き。お、なるほど。うん、さあピコピコ鳴らしていく。あ、あのこの歩いてる時の音、足音っていうか、あの原作がそうなんですよね。こう動かすたびにこうピッピッピッって音が鳴るから、おそらくそれを再現してると思うんだけど、まあ足音だけとは限らないから、その辺はなんかボタンを押した時のこう気持ちよさ的なものをクリック音で示したかったのかな、とかそんなことを想像しながら、じゃあダッシュ。おーっとっとっと。さあ、ダッシュは、おーすごい、なんかあのちょっと待って、飛ぶようになんか行くね。ほら、足地面についてないじゃんみたいな。すごい、なんか昔のアニメみたいな感じだけど、おーすごいなこれ、ある意味では躍動感すごいよ。絵見てるだけでもすごく楽しい。さあ、そして崖際。おっとっと。さあ、おっとっと、モーションはもう完全に同じモーションをなんか3パターン傾けたみたいな、そんな感じ。ちゃんとあの、あ、でもほとんど一緒かな、なんか回転させたみたいなように見えるけど、うん、さあエコな作り。 OK、 じゃあ戻して、じゃあ技見ていきましょう。さあ、ミスターゲーム&ウォッチは結構いろんな技があるけど、まあつかみどころがないからよく見ていこうかな。さあ、カメラは戻して、さあまずは弱攻撃。お、さあ弱攻撃は何か、何でしょう、少年か何かに変身してるのかな。そして何だろうこれ、ちょっとアップ、うん、先の尖った何かをお尻を叩いて、煙か何か空気を出してるのかな、ポンプ的な感じか。うん、なるほど。さあ、ダメージは、お、なるほど、おお、あ、これ百裂好きなのか。おお、なるほど、えいみたいな。この顔、うん、なんでそんな。正面見てればいいのに、わざわざこう横向けてえいみたいな、うん、さすが、そういうアニメーション作りなかなか面白いね。さあ、ダメージは結構高い。うん、ちょっとでも射程距離は、あ、射程距離結構あるね。てか相手を引き寄せるの、へえ、なんか意外な感じ。これ結構脱出しづらいのかな。まあその辺も後で、CP のずらし、OK。あ、逃げられてくる。ああ、まあそうだよね。じゃあこれは早めに切り上げて、あ、
結構逃げられるな。これぐらいか。うん、だいたい 5,6 ヒットでやめた方が賢明かな。よし、さあ次はじゃあ前攻撃。さあ前強攻撃はライオン、この椅子を使ってこの檻から出てくるライオンをこうせき止めるっていう、そういうゲームだったみたいだけど、かなりまあやっぱりこう椅子ってのはすごいよね。なんかよくあのカンフー映画とかでも見るけど、すごい防御にも攻撃にも使えるっていう、なかなか鋭い武器。てかこれは本当に椅子なのか分かんないけどさ、うん、おーごめんごめん。 OK、 じゃあ技見ていきましょう。さあヒットさせると 12% ダメージで、お、あ、なんか結構吹き飛ばすっていうか 50% ぐらいでここで 100% に近づくと一気にこう吹っ飛ばし力上がっていくみたいな、伸びがいいって感じかな。うん、それかあのペラペラだからミスターゲーム&ウォッチがめっちゃ軽いとか、そういうことかもしれませんね。 OK、 まあこれはおそらく内訳はないでしょう。うん、まあこれは普通の使い方でいいかな。先端ヒットとかはなさそうか。 OK、 じゃあ次は上。さあ上攻撃は、お、さあフラッグを上げて2と1を出す。うん、これは何でしょう、ゲームモード的な感じかな。なんか腕が青いけど、あ、無敵判定があるってこと？え、ま、マジで？もともとなんか黒いってイメージだからどうなんでしょう。あ、そうなんだ、腕の部分が無敵なんだ。でおそらくあの旗の部分はもともとやられ判定がないから、うん、こうしてみるとなんか意外な感じだけどまあいいでしょう。あ、結構回転率いいな。うん、よし、じゃあ当ててみましょう。当たらないっていう。当たった。さあダメージは 14%、 なかなか高い。そしてそこそこ打ち上げる。うん、なるほどね。これ無敵があるけど、あ、そっか、あのちょっとあのリンクっぽい感じなのかな、あの前後左右と上を攻撃できるみたいな、そんな感じか。うん、頭の部分に無敵がないっていうのがちょっと意外だけど、どんな感じで使えばいいんだろう。対空攻撃、あ、頭をもしかしたらあのなんていうのかな、ヘルメットっていうか、なんだこれ、あー、よくわかんない帽子、なんと言ったらいいのか。あ、これあれか、あの海賊みたいな感じ、バンダナを巻いてるのかこれ。で胸の部分はほらよくボーダーライン的なあれを表現してるのかな。おお、なるほどね。しかも無敵部分がなんかすごく腕の部分かなと思ったらすごい先っちょだけさあこれ結構わかんないけど、まあおそらくなんていうかコンセンジに使っていくのも悪くないんでしょう。うん、そんな感じかな。じゃあカメラを戻して、さあ次は下。おお、ぺっちゃんこになっていく。さあ下攻撃はすっとこうマンホールを出すみたいな感じかな。さあ当てると 9% ダメージで、お、なんかこれも結構吹っ飛ばす、っていうかライオンよりも吹っ飛ばしてないこれ。なんか結構伸びがいいのかな。うん、なるほど。先端ヒットとか、あ、ごめんごめん、うん、リーチがない代わりに持続があるのかな。じゃあジャンプ、あ、あ、ちょっと待って、勝手にちょっと動いた、逃げるんじゃないよっ、持続はない感じか、差し出した瞬間しかダメージがないっぽいね。うん、よっ、あ、本当に一瞬だな。てか持続ほとんどないじゃんみたいな。なるほど、あ、でも結構まあ悪くはない感じかな。どれぐらい実質的に吹っ飛ぶか分かんないけど、まあその辺は使ってみるまで分かんないか。 OK、 じゃあ戻して、じゃあ次はダッシュ攻撃見ていきましょう。さあダッシュ攻撃はずっこける、なるほどね、トーン。さあ 10% ダメージで、まあ普通の吹っ飛ばしと普通のダメージって感じかな。持続は結構あるね。うん、まあこれはまあ普通に使いやすいダッシュ攻撃と言えなくもないでしょう。うん、ガードされたらかなり危ないかもな。おお、なんだみんな仲いいな。 OK、 じゃあ次はジャンプ攻撃見ていきましょう。さあ通常ジャンプ攻撃は、お、なんだこれ、うん、金魚パッチみたいなのを取り出して魚が飛び出るみたいな感じかな。さあかなりなんていうか上の方にしか当たらなそうだけど当たりづらい。うん、さあこれはショートジャンプ、お、なるほど、結構いい感じ。てか攻撃判定結構広くない？上の方どうなんだろう、あの金魚パッチにやられ判定がなければかなり強いんじゃないかなと思うけど、お、ちゃんと魚の部分も当たる。へえ、じゃあこう全体的に自分の周りをカバーできるんだ。じゃあ結構強い感じがするかな。うん、結構どこが当たってもいい感じだし、おお、
なるほど、これ結構悪くない。さあというわけで、じゃあ通常攻撃なかなかいいところ見たところで、じゃあ前、さあ前は、おお、さあこれは、あ、なるほど、あの爆弾を落とすんだ。でこれが、あ、空中で爆発するだと。なるほど、うまくこれを使えば下方向に攻撃できると。ただ逆に言えば前の攻撃がないっていうか、でもさっき当たったような、あ、一応なんか弱い攻撃が当たるっていうかあるけど、なんだろうね、連続ヒットしないっていうか、そもそも爆弾が直接当たらないっていうか、うん、地面につくと爆発して、キャラクターに触れても爆発しないっていう、なかなか特殊というか、こうやってショートジャンプから使って早く自分が降りれば簡易的な間接攻撃になるってことかな。でもちょっと持続はないか、うん、まあでも十分タイミング合わせれば使える技でもあるのかな。大ジャンプから自分が先に降りる、あー、そっか、こんな感じ、うん、なるほど、使い勝手がちょっと難しいけどうまく使えば効果が高いみたいな感じかな。ただ逆に言えばこれ、あの暴発して出しちゃうとかなりあの敵の目の前で何もできないってことになっちゃうから、それは気をつけた方がいいよね。他の技とかニュートラル攻撃とかちゃんと使っていきましょう。 OK、 じゃあ次は空中後ろ。さあ空中後ろはなんだこれ、亀、亀を後ろに放り出して噛みつかせるっていう結構なんかユニークだな、うん、こんな、なんていうか金魚といい亀といい、なかなかこう生き物に優しくないミスターゲーム&ウォッチ、うん、でも結構ダメージもあるし持続もある、おー、なかなか面白い、いいね。さあこれは吹っ飛ばし力はよっ、さあ 9% ダメージで、あんまり吹っ飛ばさないんだ。まあ吹っ飛ばさないといってもまあまあ吹っ飛ばしてるから十分使えなくもない感じかな、うん、空中で前攻撃はこれで後ろがこれだから、空中で横に吹っ飛ばすっていうのはちょっと難しいのかな。オッケー、じゃあ次は空中上、お、出た。空中上はなんていうか煙を上に吹き出す感じかな。さあ射程距離見てみましょう。さあだいたい5メートルぐらいかな。これがかなり強く見えたけど、うん、ていうかそもそも上の方に弾を出すっていう技がかなり珍しいですよね、うん、この辺はさすがミスターゲーム&ウォッチ、名前長いけどこれは結構いい感じ。じゃあ戻してよっ、お、さあ横に判定が結構ある。でもさすがに、うん、こうして使えば、おお、さあダメージ 12%、 なかなかいい感じ。そして結構隙も少ない。これこうやって打っていけば相手をどんどんお手玉できるってことかな。おお、で相手はほら、ね、横方向に逃げたがるからそこを追っていってみたいな感じかな。うん、これは結構優秀だと思う。こうやって置きまくるだけでも結構いい感じじゃないかな。これはおそらく主力となりうるでしょう。ただ吹っ飛ばし力は劇的にあるわけではないからその辺はまあしょうがないかな。 OK、 じゃあ次は空中下。お、空中下はなんていうか鍵を取り出して急降下アタック、なぜ地面に突き刺すのか分かんないけど何か理由があるのかな。さあこれは、お、さあなんと地面に、あ、メテオ効果もある。うん、そしてあのリンクの下突きと違ってミスターゲーム&ウォッチが下まで落ちるんだ。へえ、なるほど。あ、出始めが当たればいいのかな。ちょっと前には判定がないか。あ、なるほど、出始めが当たればメテオ効果が出て、あと衝撃波で吹っ飛ばすと。なるほど。さあこれはメテオ効果出すといってもちょっと厳しいかな。どれぐらい隙が少ないかにもよるけど、よっ、まず崖の外に吹っ飛ばすのがなかなか難しいな。ライオン、うん、お、いいね。お、そしてこれをドーン、わーっとジャンプ、おー、結構戻ってくれるよ。うん、結構あの復帰力が高い方だから割と狙えなくもないのかな。 OK、 じゃあ次は空中攻撃見たから必殺技見ていきましょう。さあ通常必殺シェフ、フライパンを返していろんな料理を飛ばす、ボタン連打で5つまで連続で飛ばせると。さあスマ知識によるとボタンの速さで出す技が変わったりするらしいんだけど、さあ押しっぱなしで、おー、なるほど。さあこれは前入れ、あ、ごめんごめん、前に入れる。お、ちょっとなんか変わったかな。お、さあ連打すると早めに出せる。で後ろ方向、あ、なるほど、
軌道変えられるんだ。高さは変えられないみたいだけど。おお。てか結構弾幕すごくない？これあそっか、まず遠くに打っといて相手がこうジャンプで飛び越えてくるところをこれで迎撃みたいな感じ。ほい、ちょっとニュートラルがなかなか出せないけど難しいな。こんな感じ、ちょっと難しいかな。うまくなんていうか順番にこんな感じか。これができれば結構あ飛び道具を嫌がってジャンプしてきた相手も迎撃できるみたいな。バリア代わりに使えるかな。おお、結構すごい。一発当たりのダメージがかなりでかい。え、ちょっと待って、炎効果もつく。へえ、なるほど。じゃあ結構あの懐に潜り込んできた相手もこのフライパンのフライ返しで、フライ返しってのちょっとおかしいけど、フライパンで焼くことができるんだ。へえ、強いな。これはかなり優秀なんじゃないでしょうか。あ、でもフライパン部分が当たると結構後ろに下げちゃうのか。まあしょうがないか。さあ空中で撃つともちろん飛距離を稼ぐことができる。うん、なかなかいい感じ。 OK、 じゃあ次は横必殺見ていきましょう。さあ横必殺はジャッジ、ハンマーで叩くと同時に数字を発表、9なら一撃必殺の威力と。さあこれはいわゆるランダム機能があるんだけど、おさあ1が出ると外れで自分がダメージを受ける。なるほどね。おっと、お出た。おおラッキー。さあ当たって 32% のダメージ、そして 0% の相手でもここまで吹っ飛ばす。すごい、 50% とかだってもう場外まで行っちゃってるじゃん。これは確かに一撃必殺、ただ発生する確率が9分の1なんでしょうか。さあ5だと電撃ダメージ、4だと潰し 8%、 1、2% ダメージで自分は 12% ダメージ、まあしょうがないか。2、うん、弱い。お出た、結構出るな。やっぱり 9% 9分の1ぐらいかな。あとささっきあの電卓の数字の話したけど、あのあんな感じ、あのそれぞれパーツに分かれて表示する感じ、これが伝わればいいんだけど、まあ、こんな感じで昔のゲームは作られてたんだよねという話で。6は炎攻撃。お結構9出るな、なかなか確率高いね。でも9だからな、他やっぱり運になっちゃうよね。おさ8は氷結させる。 7が出てほしい。おーいいね。7は確かリンゴが出てくるって話だけど、1回ぐらい見たいな。あ出た、さあちょっとリアル系のリンゴ。なるほど、回復もできる。あと見てないのはないよね。うん、6、7、8も見たから多分大丈夫でしょう。 OK、 よし。あ待てよ、空中貯めることとかはできないのかな。あーなるほど、うんでも空中で当てるっていうのはちょっと想像できないかな。でもあーそっか、あの急降下しながら難しいかもな。おでも結構リーチ長いんだ。うんいい感じ。さあ次は上必殺ファイヤー、トランポリンで跳ね上げてもらう、飛んだ後はパラシュートでゆっくり落ちる。さあほファイヤー、ファイヤーっていうのはなんていうか、あの火災が発生したビルからこう飛び降りてくる人をこうどんどんこのトランポリンでキャッチしていくっていうゲームなんだけど、これが結構面白くてね、熱中しちゃうんだけど。おさあ相手を吹っ飛ばしていく。さあ相手が空中にいる相手だと横に吹っ飛ばすらしいから見てみましょう。おなるほどね。で根元が当たると相手を高く吹っ飛ばすと。うん、これは追撃とかで使えるんでしょうか。よさあ浮かせてどう。うーんなるほどね、根元を当てれば相手は上に浮くけど、さすがにこう最後に高く吹っ飛ばすわけではないから迎撃向きではないのかな。さあこれはいわゆる復帰技として使って、なんていうのかな、ピーチっぽいよね、パラソルを持ってるピーチっぽく高く飛んで左右に動けると。ですぐ降りることもできると。ただピーチみたいにもう一回こう、あなんだって再行動できるんだ。へえすごくない、なかなか優秀じゃない。おお面白い、復帰力が高くてなおかつもう一回行動ができるっていうのはなかなか優秀ですよね。へえこれはなかなか使い勝手がいいかも。 OK、 さあそういう秘められた能力を見たところで、じゃあ次、さあ下必殺はオイルパニック、飛び道具をバケツに吸収できないものは反射、満タンの時にボタンを押すとオイルを撒くと。さあ昔はあのなんていうのかな、あのエネルギー系しか吸収できなかったんだけど、今回は反射もできるようになったらしいですね。じゃあまずは通常必殺技を見ていきましょう。さあください、おさあ反射していく、すごい弱いけどリフレクターと同じ効果があるってことか。うんただ吸収できないからなんだろうな、
何かないかな。操作せざるを得ないか。操作、それかアイテム。アイテムで確かボム兵の爆弾も吸収できるって書いてあったから、センサー爆弾がいいかよ。さあこれを吸収こねーよ。なかなかちょっと難しいかなよ。お、どうなった今。吸収した。もう一回吹っ飛ばなかったから、そういうことか。お、取った。攻撃力の高さによってこうオイルが溜まるゲージ、3つ取れば満杯なんだけど、これ一発で全部溜まったっぽいですね。さあそれを使ってみましょう。さあオイルをまき散らす。お、意外と判定でかい。しかも 0% の相手をここまで吹っ飛ばす。ああ、じゃあすごいピクピクいってる。ミスターゲーマンドーチがちょっと軽いってことかな、やっぱり。0% の相手をこんだけ吹っ飛ばして48。これはすごいな。このセンサー爆弾の爆発を受け取ったからなんでしょうかね。他に何か。よし、さこれを取ってよっ。さカモン、いてーダメだった。おそらくガードができる系の技だけは取れるのかな、多分。ボム兵は確かガードできるから、そういうことかな。あとはスターロットとかを持たせて、さあカモン、前攻撃。お、1個2個3個。よし、そしてこの辺でドバー。あれ下だ。あ、もう外してく。結構なんか横に判定はあるんだけど、あんまり下にはないんだね。意外な感じだな。おい、はい、どうも。あれ、ん、ダメージが16。根元で当てたから強いのかな。あ、そっか、やっぱりこれあれか、受け取ったダメージによってその増えるんだね。おそらく爆発ダメージとかは相当強い攻撃力が溜まってたってことなんだ。で3つ溜まっちゃうと逆にこのバケツを出すことができなくなっちゃうから、ここで攻撃力は打ち止めと、そういうことか。じゃあここでもう一回。なるほど。あ、まだいや、さっきめっちゃぶっ飛んだから思ったけど、ああこれぐらいか。まあ、おそらく平均的にはこれぐらいだと思っていいでしょう。さっきのセンサー爆弾の爆発のエネルギーがすごかったんだね。これはガードできる爆発系の攻撃はよく見ておいた方がいいかも。さあボム兵、あ、そっちじゃない。しょうがない、2個出せばなんとかなるでしょう。来た。あ、まさかの反射していく。なるほど、吸収することはできないんだ。自分でこれ投げちゃうと別に平気だよね。だよね。そっか。じゃあセンサー爆弾とか出た時はチャンスってことかな。あと何か吸収できそうな技もないかな。あんまりないか。相手次第ってことでしょう。訴状、これは、お、訴状をちゃんと吸収できる、すごい。ドバー。お、あ、結構溜まってる。あー、そっか。じゃあ訴状めっちゃ離れた状態から渡せばすごいパワーアップするんじゃないの。さあこの状態で、さあ 20m オーバークラス。あー、すごい、一発で止まった。そしてドーン。おお、なるほどね。 48% が限界なのかな。まあいいでしょう。さあというわけで、名前なんて言ったっけ。オイルパニックか。この技かなり使い勝手は良さそうだけど、うまく強い技を吸収しないとちょっと弱いところもあるのかな。まあでも反射できる能力がすごく強いから、それよく使っていきましょう。さあ次、最後の切り札、オクトパス。大きなタコに変身、勢いよく突進しながら触れた相手を掴んで画面外へ連れ去る。ボタン入力で足が伸縮、上下に移動もできる。4本の触手は体当たりよりダメージが高いと。さあこれは連れ去っていくやつだから、 CP はちゃんとやってくれるのかな。 CP のずらしね。さあ止まるにしてからダメージはまあ 50% ぐらいでいいかな。よし、さあここでアイテムを出して、おっと、固定でもいいけど、まあいいでしょう。通常にして、さあ変身。お、さあ動かして連れ去っていく。おお、へえ、なるほど。結構なんか
勢いすごくない？あと全然なんか回避してくれなかったけど。よし、じゃあ CP を逃げるに設定してみましょう。おっと、さあちょっと殴っちゃったけどよし、じゃあ行くぞ。ほい、さあ技を出して、おお、たくさん触手をいける。あーでも逃げられた。なるほど、やっぱりあのある程度蓄積ダメージがないと連れ去ることは難しいってことかな。うん、なんか止まってる相手はあんまりずらさないというか、やっぱり CP にさせておいた方がよりこうずらしをしてくれるってことかな。ででん、さあ自分で動いて連れ去りに行く。なるほど、うん、まあ相手からしたらやっぱり画面中央から逃げたくはなるから、その辺は使い勝手がいいのかな。連れ去っていっちゃうっていうのはつまり即死技も同然だからね。空中に逃げる相手は追っていけるのか。あ、いけるんだ、へえ。ただあの掴むまでの時間がかなり短いから、こう両サイドに逃げていった相手を追っていくっていうのは難しいかもね。だからどっちかっていうと相手を片方に固めてから使うのがベターでしょう。まあみんなそうだけどね。 OK、 じゃあ次はスマッシュ攻撃見ていきましょう。さあ横スマッシュは、さあ松明で殴りつける感じかな。さあ根元、さあ結構吹き飛ばす。まあでももうちょっと欲しいぐらいかな。さあ先端ヒットやっていきましょう。おっ、さあ先端ヒットで、すごい、相手が燃えた挙句大ダメージプラス大吹っ飛び。おお、ちょっと射程距離がつかみづらいんだよな。あ、チリッとかすってる、すごい。かすってるっていうか炎当たってないけど、ここがギリギリなんだ。さああと10センチぐらい前に歩けばヒットする。なるほど、これは至近距離じゃなくて、だいたい2メートルぐらい離れたところから吹っ飛ばすと。なかなか射程は長いですね。じゃあ次は上スマ。待て待て、内訳はないよね。ないね、 OK。 さあ上スマッシュは潜水服を着てのヘッドバット。全身無敵になってるね。無敵というか、あの相手の攻撃を受け止められる無敵がついてる。うん、これおそらくこのファイヤーの方は多分先は判定が強いと思う。でこっちか、全身が無敵になってるっていうのはかなり優秀だと思う。相手の攻撃がかなり深くまで来ててもちゃんとカウンターすることができると。でも発生はかなり遅い感じかな。駒送り、さあ上スマ、さあ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21でようやく当たる。まあかなり遅いけど、技が出る瞬間に無敵になるっていうところがいいのかな。もうちょっとだけ無敵が早く出てくればかなり使えるんだけど、さすがにそれだとやりすぎになっちゃうから、しっかりこう相手の技に合わせていきましょうみたいな感じかな。うん、スピードが遅いのはちょっとかなり残念なとこだけど、吹っ飛ばし力はかなり高いですね。っていうかめっちゃぶっ飛ぶ。これはやっぱりゲーマー同士がかなり軽いということなんでしょう。うん、まあしょうがないか。前方向だとこれだけ吹っ飛ばして、後ろにいる相手は、まあ、同じぐらい、っていうかめっちゃぶっ飛ばす。うん、いいね。さあこれ狙っていきましょう。発生が遅いだけはあるってことかな。じゃあ次は下スマ。さあ下スマッシュは両方に対してハンマー振り下ろす。さあ、当てると低く 13% ダメージ。至近距離でも変わんないかな。うん、なんかこうしてみるとなんか前の方がリーチ長いのかな。お、あれ、先端ヒットで埋めるんだ。なるほど、で追撃もできると。これはなかなかマニアックだな。よっ、あーなるほど、相手はあの蓄積ダメージが多いほど埋まってる時間が長い。で叩くとあの吹っ飛ぶやつが予約されて吹っ飛んでいくと。そんな感じかな。うん、なるほどね、すげえぶっ飛んでる、強い。であとは後ろ、さあ後ろ方向もちゃんと埋めることができる。あれ、埋める能力がよくわかんないな。あ、吹っ飛ばした。ちょっと離れていると埋めて、近いと横に吹っ飛ばすと、そういう感じか。うん、まあ自動的とはいえかなり使いやすいですよね。おお、なるほど、無敵はあるか分かんないけど、おそらくハンマー部分かなり判定強いんじゃないかなと思っておきましょう。よし、あ、こういうのってあれかな、武器判定になるのかな。サポートスキルでこう武器能力アップとかそういうのがつくのかな。これは炎攻撃だと思うけど、爆弾もあるし武器もあるし、なかなか多彩だね。さすがいろんなゲーム出てるだけある。 OK、 さあスマッシュ攻撃を見たところで、じゃあつかみ技見ていきましょう。さあつかんで、お、ペシペシ叩いていく。後で、あの平手打ちは分かるんだけど、なんか一瞬あのベルを持ってる、なんなの俺のベルを食らえみたいな。うん、まあいいでしょう。さあ平手打ち、あ、平手打ちじゃない、よく見たら
上の方にちゃんとベル持ってるね。あの重なっててちょっと見づらいけど、ベルで叩いていく、これはすごいな。なんか昔のゲームはみんなこんな感じでなんか拾ったアイテムで殴ってましたよね。まあスマブラもそうだけど。オッケー、じゃあ前投げ。お、さあ出た、アイテムキャッチャー、アイテムピッチャーだったっけ、この場合ピッチャーか。うん、さあ相手をお手玉して投げていく、結構吹っ飛ばす、ダメージはそこそこかな。叩いてからブーンと、じゃあ後ろ、お、なるほど、同じように吹っ飛ばす、まあまあいい感じかな。じゃあ上、あ、みんな一緒なんだ。上の方向はダメージが大きいね。これで上に吹っ飛ばした後にこれでどんどん次狙っていきましょうみたいな感じかな。これはかなりダメージの期待値が高い。じゃあ次は下、あ、結構リーチないな。いや他のキャラもそんな感じかな。さあ下は、お、なるほど、下に叩きつけてなおかつ蹴り上げるって感じかな。うん、面白い。俺はでもダメージが少ないから、俺はコンボ向きってことかな。極端に低いよね。蓄積ダメージが低ければ低いほど追撃がしやすいパターンか。ああ、なるほど、確かにこれだったらすぐ、ちょっとさすがにこれは無理か。よっ、当たらない。うん、小ジャンプ攻撃がいいのかな、こんな感じ。うん、あ、でもちょっと避けられちゃうな。よっ、なるほど、通常ジャンプ使ってニュートラル攻撃を使えば十分届くかな。 50% ぐらいの相手だったら空中上とか使っていく方がいいでしょうか。うん、なるほどね、これはなかなか、あの、ダメージを稼ぐ意味では使いやすそうかな。あと上攻撃と遜色ないぐらいこう下が取れるから追撃も狙っていけるでしょう。うん、結構重要っぽい。ただうまくできないというか、相手が、あの、位置をずらしちゃうと上攻撃当たらないかの、まあみたいな感じかな。うん、オッケー、よし、じゃあ次はアイテム見ていくのはやめとこうかな。今回はちょっと長くかかっちゃったっぽいから、今回ここで終わりにしておきましょう。さあそれじゃあアドベンチャーの続きやっていきましょう。さあまずは施設に預けてるキャラクターを引き上げさせます。よし、さあキャラクターたちは、ベレフさんたち、他3人というわけで、さあ真の戦士だ。 OK、 おっと、さあ一旦戻して、さあというわけで、陸戦流にキャラクターを預けてあるからこれを引き上げさせましょう。さあフレイ&フレイヤーとかリリーナさんを、地上攻撃で強くしました。OK、 よし、さあというわけで一旦戻って、あとスキルツリー見ていきましょう。さあ現在44個、本当だったらこの右下の方に行きたいとこなんだけど、左上の方のこれかな、空中我慢、これおそらく、あの、空中にいるときダメージ受けた場合こう吹っ飛びにくくなるっていうのは、要するに吹っ飛ぶ距離が短くなるって意味なんじゃないかな。だからこれをつけておけば撃墜されづらくなるという意味で、まあ結構使えそうな気がするから、今回これを狙っていきましょう。よし、じゃあ一旦戻って、さあそれじゃあ再開していきましょう。さあ現在地はというと迷路の右の方かな、ここから右の方に進んでいってここを開けさせてからのみたいな感じかな。よし、じゃあやっていきましょう。さあまずはスプラッシュ。さあぐるっとスプラッシュというゲームから出てきて、画面が逆転する、おお、操作ミス1位、 OK。 さあまずは画面逆転向こう、 OK。 よし、じゃあこれでいいかな。マムーさん、ちょうどパワーもいい感じかな。じゃあこれでいきましょう。さあ画面表示が逆転しないから普通にプレイするしかないかな。レディーゴー。よし、さあまずは、おっと、弱攻撃からのシェフ。さあシェフで、お、いいぞ。さあシェフの黒焦げの何かを投げていく。よし、おっと、さあライオン、あ、ライオン出ない。下から攻撃したいな。さあこれ、これがかなり強そう。おっと、うまく避けてくるライオン。おっと、ゼリー、なんとライオンが負けた。なんだって。さあここは、おっと、しっかりバリアをついてくる。よっ、あ、逃げられた。さあこれはチャンスにならない、ちょっと消極的すぎるかな。でももうちょっと練習したいよね。お、チャンス、よし、そしてよっ、お、なるほど、これか、いいよ、ほい、なかなか当たらないか。おっと、ビューってやられて、これちょっと油断できない。さあここから
えい、ドン当たらない。さあここはジャッジ、ジャッジ当たらないまあこれ以外にも優秀な技があるからどんどんそれ使っていきましょう。よっ、よし、うん、やっぱり空中ニュートラル、これはかなり使えるな。さあスプラッシュさんを解放、うん、オッケー、よし。さあというわけで右側が晴れて、さあどんな感じか、目の前に何かあるけど下の方にはまだ行けない。そしてまあとりあえず入っちゃおうかな。さあ来た先は DK アイランド、おお、クランキーズキャビンって書いてある。さあクランキーさん家ってことかな、うん、あれよく見たら、あ、いいね、クランキーだね、あの看板見た。さあ、左の方に行くとクリッター、これはドンキーコングシリーズに出てくるキャラクターで、なんていうかあのタルコングレースだかなんだかに出てそうな感じだけど、さあ防御力アップ手数で勝負、うん、なるほど、キングクルールが一人だけ OK。 さあサジマジバーツと、お、ドンソクスーパーアーマー、確かに悪くはない気もするけど、そんなにこう動ける技持ってるわけではないけどね、うん、なるほど、俺は追っていくためにちょっと違うのに切り替えた方がいいかな。武器攻撃強化、武器なのかな、いろんな技持ってるけど、あとはなんだろう、炎攻撃強化とか使っていこうかな。よし、じゃあ今回はマタドガスでいこうかな、うん、よし、じゃあこれでいってみましょう。さあロケットベルトを装備しているから高いとこに行く、そしてそれを追撃できる空中上があるから、ちょっとおお、すごい、さすが、いい感じ。さあガンガン攻撃していく、そしてこれ、さあ先手必勝、お、判定も強い。さあほとんどなんていうか下を取ればかなり強い感じ、おお、やっぱ空中に対してなんていうか飛び道具が打てるっていうのはかなりすごい特殊で強い。さあこれを拾って投げて、そして特に何もしてこない相手これ時間かけてゆっくりやるしかないかな、うん、よっ。さあそろそろ撃墜モードに行きたいけど、よっ、よし、ほっ。さあ爆弾落としていく、ほっ。さあまずは避けて、おっと、さあこれはなんだ、さあゲット、お、当たっちゃった。あ、これキングクルールのあれか、王冠か、見たことないアイテムだと思ったら、うんさあなんだかちょっとやる気のないクリッターさん、まあいいでしょう。よし、さあクリアすると、お、なるほど、なんかドンキーコングっぽい、一面一面クリアしていくみたいな、そんな感じかな。さあクランキーコング、あ、じゃあ呼び出すで呼び出さなくてよかったね。さあドンキーコングシリーズからクランキーコング、あー、ドンキーコングが白髪にみたいな感じかな。さあ眠り床設置おじいちゃんいつも眠ってそうだもんね。よし、じゃあこれは、え、っていうか意外とセットパワー高くない、さすが、あの腐ってもおじいちゃん、腐ってもおじいちゃんよくわかんないけど、うん、さあ眠り向こう、リップステッキ持ち込み、うん、腕攻撃強化、腕っていうとちょっと分からんけど、さあこれはアイテムピッチャー、うん、悪くはないが、どういうアイテムが出てくる、うん、バナナが出てくる予感がするけど、じゃあこれでいこうかな。サガットさんは、今は陸戦流がついてるから地上攻撃を主体にやっていきましょう。地上攻撃力がやっぱり空中攻撃の方が強いとは思うけどね。さあ地上で強い技といったらやっぱりスマッシュ攻撃かな。お、なんだこれ、全体的にじゃん、じゃあ眠り向こうつけとかないともう話にならないっていうか、たまにこういうステージあるよね、なんかもうアンチフィールドスキル持ってこないと意味がないっていうか、もう終わってるみたいな、そういうこと。よっ、おっと、さあガード、おっと、よし、しっかりガードして反撃。さあライオン、よっ、いいよ、さあ振り向いて、おっと、あーまずい、よっ。さあジャック攻撃で吹っ飛ばしたらバックシールド、さあこれで勝ったも同然。おっと、まさか上から、おじいちゃんさすが年の子、なかなか来ない、あれ、うっそ。
さあ騙されてバックシールドを警戒してか何か、あの回避ばっかりやってましたけど、さあクランキーコング、スロット3つのパワー3000、走行は弱くなっちゃうけどかなり優秀、さすがあの初代ドンキーコングって感じかな。よし、お、なかなか好きなのかけらが集まったから、これは取れそうかな。よし、さあそしてケーブス、洞窟の方に行くのはというわけで、じゃあスキルツリー、さあというわけで、空中我慢をゲットしましょう。ぴったり。よし、さあこれでどれだけ吹っ飛びづらくなるか。よし、さあ次の相手はジンガー。うん、これはなかなかの空中から針とかを飛ばしてくるタイプのハチかな。さあアイテム固定ウニラ、なるほどね。よし、じゃあ、あ、黄色いピカチュウやっていきましょう。黄色いピカチュウって言い方おかしいな。黄色い帽子をかぶったピカチュウ。相手のセットパワーはそれほどでもないけど、リップステッキを持ち込ませたがるのは何なんでしょう。まあいいっちゃいいんだけど、あとは何だろう、自分と相性のいい、相性のいいっていうか似たようなシリーズから出すと何かいいものがあるんだっけ。まあいっかな、ウニラ投げる、いい感じ、 OK。さあ相手の投擲アイテムが強化される、相手だけ、まさか。さあおっと、おーい、ほっください、うわっと。さあガードして、おう、これをいでいで弾きたい、弾きたいっていうか反射したい、システム的に弾けるはずだが、あだだだ、触れ、ちょちょボブお指、これはまずいことになりましたよ弾けないかな。昔なんかゼルダ姫がやったように見えたんだけど、ちょっと違うか。あ、なんかこっち来ないじゃん。逆にやりづらい。くれ、よーし、おー、まさかの一撃必殺。 OK、 さあ相手のピッチャー持っててよかった、ジンガーさんを解放。よし、さあテンヤワンヤのステージでしたが、洞窟を抜けていくと池、池というか湖、海。さあエンガード、いわゆる水中ステージの敵かな。さあ自分が水に入ってすぐ溺れるようになってしまう、そして相手のダッシュ攻撃がパワーアップ、さあこれはライオン、ライオンで相手を抑えてスイマーで潜っていく、いいね。さあトントン拍子に決まっていく、ダッシュ攻撃に対してはジャンプで避けてって感じかな、それか自分で潜っていく。よっ、おっと、何もしてこないだと、ちょっと気になりますけど、おお、掴んで投げちゃう、そしてボムを置いてく、あーやばい、後ろ取られた、なんか全然何もしてこないどういうこと、おドーン、あーちょっとリーチが短い、うわっと、さあ避けて、おお、やめて、溺れる、溺れないみたいな。よし、さあこれ逆にしっかりドーンとやりましょう、なんか今のところ結構好戦的な相手が出てこないから、まあまあいい感じかな。さあ電撃が苦手、電撃に強いとかそういう能力も欲しいけど、まあノービスとかホープじゃしょうがないかな。よし、さあ今のところ結構油断しててもクリアできる相手ばっかりだけど、さあ次は、お、ファンキーコング、さあお店かな、キャプテンファルコンと護衛が2人、結構辛いなこれ。アイテム固定、キラー、キラーか、さあこれはバルログさんが忍び流を覚えているからアイテム攻撃力がアップ、そして移動速度もアップしてるから、これはキラーを使いやすいはず。バックシールドこれつけてもさすがにキラーの爆発は止められないでしょう。撃墜回復、いやでも俺はね、キラー最初に取りたいんだよな。キラー取ってそれで一気に片付けたいって感じだから、アイテムピッチャーかな？フーコさん、フーコさん、いたいた。よし。なんかアイテム引き寄せって意外とフーコさんしかいないよね。なかなかレアだったんだ。よし、じゃあこれでやっていきましょう。さあ、相手は3人。先にキラーを取れればなんとかなりそうだが。Ready?さあどこに出てくるかわからん、とりあえずじゃあこういう打ちながら様子を見ていきましょう。イエス、
よっ、取りたい。わーっと、これは先に取られた。これはずっとターンが奪われるとかなりきついが、おっと、わーっと、残念。うん、まあしょうがないか。あれはね、取られたらおしまいだから。じゃあ頑張っていきましょう。うん、取られたらおしまいだって今言ったけど、もしかしたらこれオイルパニックで跳ね返せるかな。ちょっとやってみて。お、来た、できるじゃん。でもなんかちょっとそんなに思ったよりもダメージになってないっていうか。さあ下に降りて、おっと、取りたい取りたい取りたい、取って、取りたいけど取らせてくれないっていう。これやっぱり狭いステージでさ、ポコポコ殴られてて拾えないっていうのはなかなか辛いな。これはまあちょっと、うんっぽくなっちゃってるけど、しょうがないかな。あー、取られたと。あー、ちょうど帰ってくるところ。しょうがない、もう一回。さあ、なんとかこっちが先にキラーを持ち出して攻撃したいけど、おっと、取って、あー、なすすべなくやられた。これは本当に運ゲーだな。さあ、何度目かな、もう5、6回やってると思う。さあ、おっと、あー、もう取られてる。こう一瞬で相手を取っていくのが辛い。よし、取れた、オッケー。さあ、ドーン。さあ、逃げて、あー、され一気に取られる。くそー、他のキャラクターの攻撃ガードしたらもうおしまいだよこれ。さあ、取って、よっ、よし。さあ、これは、よし、来た。あー、ちょ、どういう理屈で今やって飛んだの。よし、避けられた。よし、さあ、あーっと、うまく避ける。こいつただもんじゃねえ。よっ、よし、よー、惜しかった、よかった。ぶっちゃけクソンゲーみたいな感じだけど、さあ、というわけでなんとか勝ちました。うん、まあ最後あのオイルパニック使わなかった方だけど、あの反射スキルがあれば結構役には立つよね。でもやっぱりいかに素早くあのキラーをつかめるかってとこだから、移動速度が速くてリフレクターもあるやっぱりホックスみたいなキャラクターがいい感じかな。さあ、というわけで今はだかつてないぐらいには苦戦しましたね。よし、さあ、プレイ時間はそんなに長くはないんだけど、めちゃくちゃなんか再挑戦したような気がする。さあ、これが運ゲーだ。コンピューターはいいよね、なんかどこにアイテム出たかすぐ分かるから。さあ、というわけで、おさあ、新しいお店、お、出た、スキルのかけらください。おっと、買います。お買い上げ、ナイスチョイスだヘイブラザー。お、ホットなアタッカー。しかしアタッカーは結構ないと。お、エネルギーショット攻撃&耐性強化。エネルギーショットに対して耐性が上がる、なかなかピンポイントな。お、ステージの強風軽減。でも強風軽減は確か3つぐらいあるからもういらないよね。 OK。 さあ、頑張った回はあったかな。さあ、一番奥に行くとキャンディーコング。あ、まだ上がある。いやー、あれはバナナの山。さあ、まさかのベネタ。アイテム固定バナナ系、バナナガンを持参。なるほどね。オッケー、じゃあこれはどうしようかな。3000ぐらいか。うん、転倒無効。これは確かにバナナに対してかなり強いパンチか。コーラス面、あー、じゃあコーラス面ぐらいでいいかな。さあ、転倒無効がついて、通常必殺強化、楽々回避。あー、じゃあこれでいいかな。はい。さあ、相手はベヨネッタだけど、バナナか。あ、まさかの自爆だと。くらえ。お、さあ、バナナの皮取りたい。さあ、バナナガンを所持している。さあ、下から上に突き上げるのは大得意のゲーム&ウォッチ。よし、なんか全然あの、おお、来た来た来た。よし、あー、来ない。たま、カモン、来た。お、反射した。確かに物理だから。そういうこと。さあ、爆弾落としてうまく避けるな。お、よし、ちょっとバナナガン、バナナガンください。えっ、ちょっと、どういうこと。さあ、バナナガン、ドン。うわー、逃げられた。
おっと、バナナが取って目の前で、あーやったご利用しだな、おい。さあ、というわけでキャンディーコング ピンチでいろいろ強化、オッケー。うん、なんか不思議な戦いだった。よし、なんか今のところそんなになんかミスターゲーマードウォッチらしからぬ戦いばっかりだけど、いやまあオイルパニックでめっちゃ反射できたけどさ、あれ反射してもなんかそんなに効果が高くなかったのがちょっと気になるよね。さあ、デディーコングか。さあ、これはまともに戦うしかないかな。お、超速タックル悪くない。あとはガブリアスさん、パワーがちょうどいい感じかな。バナナ投げてくることがあるから転倒無効は悪くはないでしょうか。うん、炎&爆発強化、爆発確かにボムあるけどどうしよっかな。マッハスタンプ、まあこれはちょっとなんか使い慣れてないからやめておこう。あとはやっぱり転倒無効にしておこうかな。さあ、転倒無効はあったあった、よし、ビッグQちゃんでいきましょう。さあ、これでディディーコングのバナナ投げを防ぎつつって感じかな。さあ、そう言いながらも早速、お、来たー、いてててちょうど頭やるな、あ、消えちゃった。さあ、これはボム投げて互いに投げまくるなんか汚い戦いだなさあ、食べ物そばっちりしていくよっ。お、これはセンサー爆弾、センサー爆弾ください、よしよっ、やったさあ、そしてこれをうまく決めていきたい。どういう時にやるか、来た、あー、うっそ、後ろに回ったせっかく一撃必殺が、おっと、あ、掴み攻撃でうまいな。さあ、これ相手に取らせたい、よし、カモン、なんて賢い、賢くないうわやるくそ、わあやばい、よっ、いいね、おっ、あ、くそ、結構なんかオイルパニックで吸収できてもその後が結構問題。おお、よし、さあ、これは焼いちゃうぞ、シェフだからね。おっと、後ろ取られた、よっ、よし、さあ、丁寧に、ちょっと待って、これ先に相手にゲージが溜まる予感。さあ、そろそろ撃墜を狙っていきましょう、よっ、おっ、なんとうまいジャッジ、あこれ何、あ、回復アイテム。さあ、どうするべきか、そろそろ吹っ飛ばしたい、よっ、よし、ここで待っておいてからの、でーい、避けられたけど、うっそ、どうせよ。さあ、落ち着いて上スマ当てていきたい、全身無敵のパワーガーくらえと思ったら、よっ、なんと来た、来ない、なかなかあいつ警戒するな、先にゲージを使われてしまう可能性が、ここだ、やったー、よかったギリギリ。さあ、ちょっと遊び半分でやっててちょっとピンチになりましたが、なんとかディディーコングに勝利。うん、さあ、がっぽり、よし、さあ、どうなるかな。お、光って消えただけ、 OK。うん、オイルパニックで相手のエネルギー攻撃を吸収できても、それをちゃんと当てられるかどうかといったらまた違うんだよね。それはなかなか難しいところか。よし、さあ、とりあえず現世に戻ってきたってもおかしいけど、ここショートカットが出ないんだ。これは、あ、下から行かないといけないんだ。あれ、あ、なるほど、あのファイターを倒せばここがつながる感じかな。ここの集落がめっちゃ気になるけど、確かメドリーちゃんだったよね。これはどうしよっかな。上の方はリップさん、エースクラス？なんか見た感じそんなに強くなさそうだけど、おお、リップステッキのリップちゃんってこと？あー、なるほど。メインファイターを倒せば勝利。剣術タイプ、これは侮れない。うん。なるほど。リップステッキはあのオイルパニックで吸収できるのか。炎&爆発耐性。いや、多分それ使ってこないよね。
ガブリアスぐらいがちょうどいいかな。他にパワータイプ、攻撃タイプでパワーが7000ぐらいの、お、魔法攻撃か。リリーナさんがいい感じかな。炎攻撃によって横スマが強化されるでしょう。うん、あとは、うん、やっぱりスロットは2個あった方がいいかな。さあこの状態でアイテムヒッター、確かに相手の奪えればかなり強いと思うけど、アイテムピッチャー、そして炎攻撃強化がいいかな。よし、じゃあこれでいきましょう。ちょっとセットパワーは差が出すぎたか。うん、さあしっかり空中攻撃とか使っていきましょう。さあまずは、おっと、最初からお花畑。さあ上攻撃を混ぜつつ、結構なんかダメージが割とバカにできないぐらい。よし、さあ与えるダメージ少な。おおお、お、この子は一体何なの。うん、あの子にちょっとかまけてると俺がやばいみたいな、そういう感じ。さあそろそろドン、あーと、よっ、あーちょっとしっかりくっ。さあ一旦戻って、ダメージの蓄積が結構バカにならん。よっ、ちょっとリーチが足んない。よっ、よし、これはなんか意外とまずいな。おっと、しまった、ちょっとずれました。さあ自滅してしまったところで、お、うん、与えるダメージが少なすぎるか、ちょっと。よし、お、リップステーキゲット。さあこれでダメージ与え、ちょちょちょ、何、いやお前もともとあれか、あの剣がリップステーキなのか。よし、じゃあ避けていいぞ。ほっ、だー、こんにゃろ、狙ってるのが分かってるけど避けられなかった。くー、分かってるのに隙を見せるとかなりひどい目合う。さあこれ、よし、あ、ちょっと待って結構こいつ、よし、わー、ちょっとまさかの、ほらセットパワー差がちょっとありすぎたか。よし、さあしっかり待って、ちょっとあいつ見えなくなるからよし、さあ1対1になったら丁寧にやっていけばなんとかなるはず。よし、おっと、さあまずいぞ、ギリギリの戦い。俺はどうしたらもんかな。よっ、チャンス、あー、ボタン間違い、しかもしっかり外せて、あー危ない、これは一発で死ぬ。だー、さあ耐えて、え、あー、ちょっとごめんなさい、これ下から上に突き上げられないんだ、これ。うわー、知らなかった、また知識が一つ増えた。うん、さああれが貫通できないということが初めて分かって、あれが勝手に落ちてくれたらすごく嬉しいんだけど、さあどうしたものか、あのうますぎない。よっ、さあダメージがガンガン増えてく、きついな。よし、さあ投げて、おっと無視してくる、チャンス、なんと邪魔しよるプリオッケー、来ないのかよ、いつもだったらパキンいってるのに。よっ、これはまずいな。よし、おーっと、さあ投げられる、オッケー、お、さあメインファイター倒せばよかったんだ、よかった、最後はウェスマの無敵でなんとか勝った。いやー大変だったなこれ、なんか思ったよりもあの小さいプリンのアシストがすごくうまかった。うん、
よし、まあなんとか勝てたからいいでしょう。頑張った甲斐もあってご褒美もいっぱいかな。よし、さあ、お、なんだって。え、じゃあそれが光ってたのは何だったの。うん、リップさんはあの目を育てることができると、そういうことかな。さあ、アルム&セリカ、これは村人が2人と。なるほど、ちょっとなんか小さい子をいじめるみたいな感じだと思うけど相手は逃げ回る、追いかけて吹っ飛ばせ、時間制限付き。じゃあセットパワー高めていった方がいいかな。スクリアタックなかなかいい感じ。うん、さあここは残念ながら容赦なく高いパワーでいきましょう。走行弱化だとちょっと追いつけないから、何がいいかな。うん、さあというわけでまさかのジュストペルモンドをアタッカーに入れていきましょう。パワーが足りなくて倒せなかったらもうちょっと強いキャラクターに変えていきましょう。さあまずは、おなんか体がすげえ浮く。うん、これはまあいいか。さあまずはダメージを与えていきつつ、いい感じ。やはりこの空中上がかなり強いけど、ちょっとジャンプ力の高いキャラクターを選びすぎた感じがあるかな。よし、まとめてやっつけたいからこうだね。逃げてく。さあここで、おほいほいあくそよっ、うまく避けるな、しょうがない。避けすぎじゃないですか、いくらでも。うん、これはちょっとパワー足んないかな。よし、じゃあこれでまんべんなく強い感じにしていきましょう。逃げるタイプの敵はどうしてもこうなっちゃうからな。さあまずはスクリューアタックで、よし、ダメージ与えて、すっげえなんかダメージが全然さっきと違う。でもなかなか当てられないな。よっ、すごいうまく逃げる。よっ、よし、さあ発生が遅い。おっと、これはドン、オッケー。今回バナナガン結構活躍してる。よし、さというわけで逃げ回るアルム&セリカをゲット。レベル99で超過できる。よし、さというわけでここに機関車で乗りつけることができると。まずはスイッチを入れて OK。 さあそして右の方に行くと、あ、お店というか道場があるかな。宝箱、なるほど。そしてで左の方にはちょっと乗ってみようか。さあ機関士リンク、さあ乗り込んで、さあファントムさん、ファントムは見えないゼルダ、どういうこと。下必殺技がパワーアップ、よく使ってくるということが、うん、なるほどね。 OK、 じゃあこれは大体今回が終わりって感じかな。無傷で攻撃強化、うん、ちょっともうちょっとなんていうかさ、ミスターゲーム&ウォッチらしい戦い方をしたいんだけど、うん、こんな感じかな。よし、じゃあこれでいきましょう。なんかちょっとセットパワーが若干低い気がするんですが、まあ頑張りましょう。でよく考えたら見えないゼルダなんだから、ゼルダ姫と戦わなくちゃいけないじゃん。俺なんかすっかりファントムと戦う気になってたけどさあこれはこの辺にいるんじゃないか。おお、さあファントムさん、なんとかやっつけたい。その辺にいるのかな。よし、違うファントムと戦うんじゃないよ。お、ここだな、そこか。あー、外に出たんだ、戦いづら。よし、おっと、さあ逃げられて、なかなか我慢強いんじゃない。これはどう戦うべきか。
よっ、見えない、どこだチャンス、やったー。さあ当てずっぽうでヒット、うん、オッケー。あ、レベル99で超過できる、すごい。結構いい感じでキャラが集まっていく。よし、さあミスターゲーム&ウォッチのなんていうかスマッシュ力の高さをこう存分に楽しめてるとこなんだけど、そろそろ切り上げないとダメですよね。さあこれ、あと何か一つミスターゲーム&ウォッチらしく戦えるキャラクターを相手にしたいんだけど、さあこの先にいるのか。お、さあ倒産像これは、ででで、自分のジャンプ力ダウン、復帰ミスに注意、そして制限時間ありの乱闘、相手が特定のポケモンを呼び出す、これはなかなか大変そうだ。さあ有終の美を飾れるか、相手のピッチャーで悪いことはないでしょう。よし、さあ相手はデデデか。さあまずは、あ、ナッシーか、ナッシーか、ちょっと待って、制限時間ありで、お前これはまさしくファイヤーチャンス、ほっ、でやー、あー危ない。さあこれは復帰力が弱まっちゃうから、おお、いいぞ、ちょ、なしなし来ないで、なし来ないで、バババさあいい感じでダメージ与えていく、これがやっぱりゲーム&ウォッチらしい戦い方だよね。さあ下からどんどん小突き上げていく、このゲームに容赦はいらない。さあここでバナナ握って、よっ、下スマを当てて埋めたい、きた、よし、おー、なんだ意外とそれっぽく戦えた。いや本当はさ、ジャッジを当てたいところなんだけど、ジャッジがねやっぱりランダムだからね。さあジャストシールド反射の倒産像、オッケー、まあ頑張ったかな。よし、さあというわけで、うん、ミスターゲーム&ウォッチ最後の方っていうか、やっぱりあの空中上攻撃がかなり使い勝手がいいというか、あれをこう下から使うことによって、うん、コンピューターさえもこう避けづらい攻撃を出すことができると、あの辺はかなり強かったね。あとは、あの、横スマ？あれはもう、先端ヒットするとめっちゃ吹っ飛ぶから、あれもやっぱり強いよね。ジャッジなんかはちょっとお遊び要素があるけど、シェフっていうあのフライパン？あれはめちゃくちゃ強いと思うし、まあやっぱり全体的にかなりポテンシャルが高いキャラクターですよね。あと最後の戦いで見せたように、なんていうか、上必殺？ファイヤーとかで上に飛んでいって、それをこうキャンセルして技を出せるっていう、ああいうとこもかなり強いですよね。だから思ったよりかは真面目にも戦えるし、遊んで戦うこともできるっていう、かなり贅沢なキャラクターなんじゃないでしょうか。まあさすが大ベテランと言えなくもないかな。お、商店に新しいものが入ってる。お、さあそして何これ、ビートデイモン、ああマリオカート8に出てきたあれか。うん、どういうアタッカー、ちょっとそそられるとこだけど、お高い、4000出す価値があるエースか、わからない、詳しく見られればいいんだけどな。うん、まあ我慢か、オフになったら買いましょう。よし、さああとは武吉商店、あとはなんだろうな、最初の方あのキラーマグナム、あれをこう反射できるのはすごく楽しかったんだけど、あれが辛かったな。結局最後は反射しないで勝っちゃったし。お、メタルギアジークじゃん。ジークは確かピースウォーカーに出てきた巨大ロボットなんですが、アタッカースピリットでノービスクラスってどういうこと？でも超過とかできる可能性もあるかも。安いから買ってみようか。はい。あ、やっぱりそうだよね。うん、やっぱりメタルギアがだんだんパワーアップしていって、メタルギアレックス的なものになるとかならないとか、そんな感じかな。スロット一つだけか。まあいいでしょう。オッケー、じゃあ戻って、うん、こんな感じでレベル99に超過できるっていうのも結構潜まれてるんだね。潜まれてるんだ潜んでるんだね。お、さあニニアン、ニニアンはかなりあの烈火の剣でお世話になった再行動できるキャラクターですよね。お、さあそしてジョナサン・モリス、さあこれはシャーロット一緒に戦った主人公の一人だけど、ここでしか手に入らないんだったら買っちゃってもいいかな。お店で売ってるキャラクターって他で見たことないよね今のところ。 10% か、じゃあひいきで買っちゃおうかな。はい、さあジョナサン・モリス、パワーが3000くらいでスロットが2つ、うん、まあ特殊能力はないけどまあまあいい感じかな。よし、じゃあついでにニニアも、
代償防御効強化言えてない。はい、オッケー。さあ防御力、これ2段階にセットしたらどれぐらい防御力が高まるのか。3つつけたらほぼダメージ受けないとかだったら結構価値ありますよね。うん、オッケー。さあというわけでミスターゲーム&ウォッチ、なかなかこうパワフルなところがいい感じだったかな。あとはちょっとお遊びもできるんだけど、結構真面目に戦ったら割と強いと思う。あとはこうリーチ、あのやっぱり地上に対するリーチがちょっと短いところがあったから、そこはダッシュ攻撃みたいなやつでカバーしていくしかないのかなと思いつつ、まあその辺今回ちょっとうまくできたかわからないけど、まあ多少頑張ったということでお許しください。よし、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。さあ次はどこに行こうかな。